ヤンデックスの自動運転車自動運転者とは人間が運転操作を行わなくとも自動で走行できる自動車。英語ではオートノマスカーと表記され制御システムが自立型であることが要件となっている。その他ロボットカーやウグブ、ドライバーレスカー、セルフドライビングカーなどとも呼ばれている。完全な自動運転者はカメラやレーダー、ライバル、 超音波センサー、GPS 等で周囲の環境を認識し、行き先を指定するだけで自律的に走行する。過去には道路に磁気マーカーを埋め込む方式も開発されていたが、道路にマーカーを埋め込むコストがかかることや、積雪の影響や除雪の障害にもなるためほとんど普及していない。そのため現在では、基本的に車のセンサー主体で自動運転できる。 自動運転車開発が中心となっている。マーカー方式はガイドウェイバスとして IMTS が過去に日本で運行していたがすでに終了している。すでに実用化されているロボットカーとしてはイスラエル軍で運用されているガーディアムと呼ばれるあらかじめ設定されたルートをパトロールする無人車両や海外の鉱山建設現場などで運用されている。 ダンプカーなどの無人運行システム等がある。行動以外の限定された環境では、ロボットカーの需要が広がりつつあり、建設機械大手の小松、キャタピラー等の企業が、ロボットカーの販売を拡大している。一方で、一般人が行動で走行でき、かつ自動運転レベル定義におけるレベル4並びに5に、相当する完全な自動運転車は、2019年、 現在の段階では市販されていない。現在発売されている自動運転車は自動運転レベル定義でいうところのレベル3までである。自動運転の行動限界に達したために自動運転の運転支援レベルを買いに落とさざるを得なくなった際はドライバー自身に通知をした上で買いに移行させる必要があるとしている。ジュネーブ道路交通条約では 常時人間の運転が必要であると定義されており、同じ理由により法的にも規制されている。しかし、ジュネーブ道路交通条約と同様、常時人間の運転が必要であると定義されていたウィーン道路交通条約は、人間によるオーバーライドと自動運転機能のスイッチオフが可能であれば、規制対象としないと2014年に改正された。 これは、レベル3までは、規制対象としないということである。また、国連においても、国際基準の改正を含む、自動運転者実現の国際基準づくりが、進められている。自動運転者の商品化、普及により、交通事故の減少、渋滞削減、二酸化炭素の削減が見込まれている。この節では、公的機関から発表された、 自動化レベルの定義のみに関する不死である日本政府やアメリカ運輸省道路交通安全局では自動化のレベルを以下のように定義している自動運転システムの実験は少なくとも1920年代から行われており1950年代には実験が開始されている最初の反自動運転者は1977年に 日本の筑波大学機械工学研究所によって開発された。この車両は2つのカメラを利用して道路上の白線を感知し時速3 2トルで走行することができた。本格的な自立走行車が登場したのは1980年代で1984年にアメリカで国防高等研究計画局の資金提供を受けたカーネギーメロン大学の ナブラブとアルブ計画が始まり、1987年にはメルセデス・ベンツとミュンヘン連邦軍大学によるユーレカ・プロメテウス計画が始まった。1985年までにアルブは2車線道路を時速 31km で自動走行し、1986年には障害物回避機能が追加され、1987年には昼夜を問わない。 オフロード走行が可能となった。1995年にはナブラブ5が初の自動運転によるアメリカ横断に成功し自動運転士における大きなマイルストーンとなった。ペンシルベニア州ピッツバーグからカリフォルニア州サンディエゴまでの 4585km のうち 4501km が自立走行であり平均速度は 時速 102.7km であった。1960年代から2005年の第2回、ダーパグランドチャレンジまで、アメリカにおける自動運転車の研究は、主にダーパ、陸軍、海軍が、研究機関や企業に資金を提供し、速度や様々な環境下での運転能力、制御、センサーシステムなど、段階的な進歩を遂げてきた。 路面の開発も検討され、アメリカ政府は1991年に6億5000万ドルの予算を自動道路システムに投じることを決定し、マーカーを埋め込むことで車両と連携する実験用高速道路も制作した。1997年には実験に成功。しかし、大規模スケールで実用化する方向性や資金が定まらず、この研究は終了している。 1995年、カーネギー・メロン大学のナブラブ V が、ワシントン DC からサンディエゴまでの 4800km の98%以上の工程を自動運転で走破し、この記録は2015年まで20年間、破られなかった。ただし、自動化されていたのは、横方向制御だけで、ブレーキとアクセルはドライバーが操作した。2015年には、ネバダ、フロリダ、 カリフォルニア、バージニア、ミシガンの各州と d c が自動運転車の行動でのテストを許可した。EU では2016から2018年のカーターやスカウト、2019年に発表されたストリアといったプロジェクトで研究資金支援がなされている。2015年11月、フォーミュラ E では2016年から17年シーズンに人工知能を搭載した。 自動運転者によるラーベレーシュを行うと発表した。2016年5月7日、米フロリダ州にて運転支援機能が搭載されたテスラモデル S が18輪トレーラーと衝突し、テスラの運転手が死亡する事故が発生した。自動運転発の死亡事故と誤報されて話題となったが、このテスラに搭載されていた運転支援機能はレベルに相当であり、 運つがレベル4やレベル3に区分している、自動運転車には該当しない。テスラのドライバーが、レベル3相当の自動運転車だと勘違いしていた、可能性が指摘されている。自動運転に関する特許の件数は、2016年以前の10年間では、1位が、トヨタ自動車。GM、ドク、ボッシュ、米フォードモーター、米グーグルと続く。他社による、 非飲用件数、すなわちその特許がどれだけ別の特許に引用されているかを見ると、GM が圧倒的に多く、Google とトヨタが続く。2017年9月9日、ドイツ連邦交通省より自動運転者に関する倫理ルール20項目が発表された。特筆すべき点は、避けられない事故が起きた場合、人間の年齢、性別、 心身の状態などをカテゴライズして考慮することを厳しく禁じる。一般レベルでのルールとして犠牲者の数を減らす、要挙動するというものは受け入れられるというより具体的な部分まで踏み込んだ点など2017年11月、ウェイモが運転者がいない無人運転者のテストを開始したと発表した。テストはアリゾナの行動で行われ、実際には 社員が登場しているが、運転席にはいないこともあるという。これは、レベル4に値する。2018年10月に、自動運転距離が1000万マイルに到達したことを、報告。同12月には、アリゾナ州フェニックスで限られた地域の限られた、ユーザーであるが、自動運転タクシーの全米発の商用運用を、開始した。 しかし、やはり安全のためのドライバーは配置されていた。そして、2020年10月に完全無人車両での自動運転配車サービスを同区域で開始すると発表した。これには運転手がおらず、トラブルの際はリアルタイムで監視しているエンジニアが遠隔操作する。2018年3月18日、米アリゾナ州天気で自動運転車が 歩行者を跳ねて死亡させる自動運転者発の人身死亡事故が起き国家運輸安全委員会が事故調査に乗り出した。廃車したウーバーや車を製造したボルボカーズなどを巻き込んで法的責任の所在が議論されるもウーバーが遺族には解禁を支払うこととなった。2021年3月4日ホンダは世界で初めてレベル3の形式認定を取得した。 自動運転装置搭載の新型、レジェンドを同月5日に発売すると発表した。国土交通省の形式指定を取得したものなので、日本限定であり、限定100台のリース専用車種となる。1000万通りの状況下での安全を確認し、証明してきたという。2020年東京オリンピックパラリンピックでは、スポンサーである、トヨタ自動車のアウトのマース専用 EV、 e パレットが、選手村内の移動車両として供給された。レベル4に相当し、各所の停留所に定着制御することで、車椅子ユーザーなどにも配慮している。運転や乗降車に対応するスタッフも転乗した。しかし、パラリンピック期間中の8月26日14時頃、この車両が、柔道日本代表選手と接触事故を起こす。 横断歩道を横断しようとした、視覚障害のある歩行者と接触し、選手は転倒した。その場は立ち去ったが、脳震盪の可能性がある、体調不良を訴え、翌日の試合を危険する事態となった。豊田昭夫社長によると、今回の接触は、T 字路において発生。E パレットが右に曲がっていく際に横断歩道を手前で、右に曲がる途中で一旦停止。 再スタートした際に選手との接触が発生したという。交差点において右折前は手動操作で発進したが、右折時は自動運転モードであり、オペレーターからは視覚であった可能性が示されている。応急的な対策として E パレットが出している警告音の音量を2倍にすることが言及された。この節ではすでに市販されているレベル3相当の 自動運転者のみについて記述する。以下は、2021年時点で市販されている、自動運転レベルに相当のシステムについて解説する。アダプティブクルーズコントロール、レーンキーピングアシストなどを組み合わせ、先行者との車間距離を一定に保った、自動追従走行を実現する機能を、あくまでも運転を支援するシステムであって、常に、 運転の主体や責任はドライバーにある。そのため、10から15秒以上ステアリングから手を離していると、システムが解除される等の仕様となっており、自動運転はできない。また、ステアリングアシストは、約時速 65km 以上でないと作動しない、車種がある。車線の逸脱を防ぐシステムにおいてもハンドルを制御する前に警告を発するなど、先に、 人間の操作を促す仕様となっている。詳細は、下記、渋滞時追従支援システムを参照。渋滞時追従支援システムとは、渋滞の低速時に限定した、アダプティブクルーズコントロールである。BMW では、トラフィックジャムアシスタントという名称で販売されており、各社で、機能名が異なる。 フォルクスワーゲンパサーと等の輸入車に搭載されて、日本国内でも販売された。日本では、海外と異なり、ステアリングアシストの作動は、約時速6 5トル以上でのみとの規制が、長くあったため海外より遅れていたが、日本車では日産が2016年8月より、発売の日産、セレナのプロパイロットに初搭載した。 追従中にカーブに入ると速度を抑制する機能も登場している。走行アシストとは別に駐車時にステアリング、アクセル、ブレーキの操作を支援するシステムも登場している。ただし、シフトの操作は手動とするなどあくまで補助としてのシステムである。アメリカでは2010年頃から欧州でも行動を利用し一般車と混在した状況で、 自動運転車の走行実験が行われていた。2012年時点でも日本では公道での走行実験は許可されていなかったが、欧米で自動運転車の公道走行実験が広く行われ、始めた状況を受けて2013年9月に日本国内では初めて日産が自動運転車が公道を走行できるナンバーを取得し、 行動走行実験が許可され、2013年末には日本国内でも一般車に混じって高速道路の行動での自動運転車の走行実験が開始された。また、一般道での行動走行実験も欧米に遅れて2015年には日本でも始まった。アメリカドイツでは2015年から乗用車に加えてトラックの行動での自動運転実験が行われている。 一方、日本では2015年現在自動運転トラックの行動走行までは許可されていない。2015年、イギリス政府はミルトン・キーンズで自動運転車ルッツパスファインダーを使った公共での試験を開始した。法整備がなされたとしても実際に自動車を走行させるには物理的な制約があり、大量の走行データを収集するのは難しい。 そのため、グランドセフトオート V のようなゲームソフトをシミュレーターとして利用している研究グループもある。2017年12月、ボルボカーズはスウェーデンの一般家庭の協力による自動運転車の開発を開始すると発表した。行動での自動運転車に試乗し、ボルボカーズのエンジニアにフィードバックする。 フィンランドの法律では公道を走行する車両に運転手が乗る必要がないなど自動運転の実験が始めやすい利点がある。2018年からはフィンランドの自動運転技術開発会社センシブル4が自動運転バスを2020年に実用化させると主張して計画を進めており2018年から良品計画がデザインした車両による 行動走行走実験を行った国連参加の自動車基準調和世界フォーラムで自動運転者の国際的な基準づくりが議論された。2014年には自動車基準調和世界フォーラムに自動運転分科会が設立され、共同議長には日本とイギリスがついた。また、2015年には同フォーラムにて自動操舵専門家会議が設立され、 日本とドイツが共同議長となった。車載用 AI の半導体に関しては自社でも AI や自動運転車の研究を行っているエヌビディアがデファクトスタンダードとなるという予測がある。2016年時点で多くの自動車メーカーやその他の企業がレベル5相当の自動運転車の市販に向けて開発を行っていると日経ビジネスの記事に書かれた。 日本政府は、レベル5の完全自動運転を2025年を、目途に目指すとしていた。レベル3に該当するシステムは2017年秋、時点で、アウディが、該当機能を搭載した A8 の市販を2018年に、開始すると発表。日産自動車は、自動運転レベル3の技術を搭載したを2020年にも、実現することを発表した。 2019年3月19日、国土交通省は、国連の自動車基準調和世界フォーラム第177回会合において、自動運転車の国際基準づくりに向けた優先検討項目リストが合意されたと発表した。日本日本では1980年代にはすでに、車線を認識し走行するシステムを試作していた。実用化し市販されたものは、 ほとんどなかったものの、各社で研究は継続され、現在のスバルのアイサイトなどにつながっていく。しかしながら、2010年代に入り、欧米、特に欧州の自動車メーカーで開発が進展し、また、米国でもグーグルが街中で試験走行を行うなど、日本は出遅れてしまった。危機感を抱いた国土交通省では、 自動運転システムをオートパイロットシステムと呼称し、検討会を2012年から開始し2013年に中間取りまとめを発表した。法制度の問題については国際協調を図りつつ既存制度の見直しや責任の所在等について検討を行うとしている。2013年には日本政府の成長戦略にも自動運転システムの推進を盛り込み、 商用化は投資することが決定した。2016年の伊勢島サミットではトヨタ自動車、ホンダ技研工業、日産自動車によって自動運転車が披露された。アメリカ・アメリカ合衆国で合法の地域を緑色で表した図。カリフォルニア州、ミシガン州、フロリダ州、ネバダ州、アリゾナ州、ノース・ダコタ州、テネシー州、コロンビア特別区。 ユタ州で自動運転のテスト走行が許可されている。ネバダ州で2011年に自動運転者の行動走行実験を許可する法律ができ、Google の開発している自動運転者に自動運転者として初めてナンバープレートが交付された。続いて2012年にはカリフォルニア州、フロリダ州、2013年にはコロンビア特別区でも 行動での自動運転者の試験走行を認める法律が成立した。このような各州で相次いで独自に自動運転に関する法整備が進む状況を受けて、米運輸省道路交通安全局は2013年から4年間で自動運転者の安全上の問題や利点を分析する計画を発表した。んつは自動運転車の実現を推進する一方で、 自動運転レベル4の無人運転は時期尚早であると中立的な立場を取ってきたが2016年に自動運転の人工知能はドライバーであるとレベル4の無人運転を容認する見解を示した欧州ドイツで自動運転車の行動走行実験が行われているイギリスでは2013年に自動運転車の行動走行実験が認められた 韓国韓国政府は2018年のピョンチャンオリンピックでの試験運行を経て2020年に自動運転車の商用化を目指している。サムスン電子は同じグループのサムスン物産が所有するエバーランド内のサーキットを利用して2016年より自動運転車のテストを行っている。中国中国では100度が2017年7月5日に BYD フォードダイムラーエヌ Nvidia, クロソフトインテルホンダなども参加する世界最大の自動運転車を共同開発する企業連合アポロ計画を設立した。2018年7月4日に世界初の完全自動運転バスアポロンの量産を開始した。また、上海記者等の中国国内自動車メーカーも自動運転車を開発しいた過去があり、 コンセプトカーを公開していた過去がある。日本では、行動の自動運転は、中山間地域の道の駅を拠点としたプロジェクトが進んでいる。2019年11月30日、秋田県上小兄村でどうの駅か、三小兄を拠点とする自動運転車によるサービスが全国で初めて開始された。ヤマハ発動機製の7人乗りの電動が用いられ、路面に埋められた。 電磁誘導線に沿って自動運行される。電動カートは時速1 2トルで運転手は乗車するが、ハンドル操作はせず運行の監視を行う。一部区間では他車両や歩行者が通らないようにした上で運転席にドライバーが座らないレベル4の自動運転を行うという。2020年12月21日。 福井県永平寺町は2021年3月末までに、京福電気鉄道永平寺線廃線後の遊歩道、マイロードで運行される自動運転車、全ドライブの乗務員を廃止し、車内無人化した運行に切り替えることを発表した。2020年8月30日午後2時40分頃、大津市が、京阪バスと協力して、実証実験していた自動運転バスが、 道市内を走行中に、歩道の柵の支柱にぶつかる事故が発生した。7月12日から9月27日の予定で、ほぼ毎日、一般客を乗せて、JR 大津駅とビワコン大津プリンスホテル間の約3.7キロを重往復していた。2020年11月、茨城県境町が、ソフトバンク市会社のボールドリーやマクニカと協力し、 自動運転バスの定常運行を開始した。警視庁が定めた実証実験の枠組みを使った取り組みだが、境町は5年間の長期にわたる計画であることから実用化と位置づけられた。2021年4月23日道の駅奥、永原寺渓流の佐藤を拠点に、レベル2の 電動カート型のグリーンスローモビリティを利用した自動運転車サービスの本格導入を開始した。2021年7月19日、宮山市では中山間地の公共交通機関として6人乗りの電気自動車による自動運転コミュニティバスの定期運行を開始した。運転は自動であるが緊急時に備えかかり員が運転席に乗っている。 2021年10月4日道の駅や鍵高原を拠点に電動カート型のグリーンスローモビリティを利用した自動運転車サービスの本格導入を開始した。2020年10月21日、蘇州市で中国移動通信集団と京州地方が共同開発した常設運用型の自動運転路線バスが営業を開始した。自動運転レベル1からには 運転支援と言われ、運転主体はドライバーである。それに対して、レベル3からは自動運転であり、運転主体がシステムになる。2020年4月から施行された改正道路交通法では、自動運転レベル3の自動車が行動を走行できるようになった。レベル3は、特定条件下で自動運転、作業継続が困難である場合はドライバーが対応。 するものであり、運転主体はシステムであるが、作業継続が困難な場合はドライバーになる。そのため、レベル3の自動運転車の走行はドライバーが運転席に座っていることが必須条件である。また、自動運転が困難であると判断された場合は、ドライバーは直ちに通常の運転に戻らなければならないため、飲酒や居眠りは認められていない。なお、 自動運転中に事故、違反があった場合でも、ドライバーが面積されるとは限らないさらに、車両の保有者等は、運行状況を常に記録し保存する義務があり、交通違反や交通事故が発生した場合には、警察官の要求に応じて提出しなければならない。中山間地域における自動運転サービスでは、従来型とグリーンスローモビリティ型、 バス型と乗用車型の組み合わせでの4種類の車両が検討された。そのうち初期に社会実装に至ったものは時期を利用したゴルフカート型のものが利用されている。時期を利用した自動運転は道路に埋め込んだ時期マーカーや誘導線に沿って決められたルート上を車両が走行する仕組みである。国土交通省では高齢化が進行する。 中山間地域の人流や物流、生活の足を確保するために、道の駅等を拠点とした自動運転サービスや、その実証実験を実施している。ありがとうございます。